ファイナンシー・クローズ・キックチャンネルです。今日はですね、極意シリーズとかちょいちょい出したりとか、最近はシュートとか、キックのものとか、いろいろ出したりしてるんですけど、一応、いろんな動画を出してきて、ここで、カットインをおさらいしようかなと思います。何のカットインかというと、カットインはカットインなんですけど、すぐ3分ぐらいでできるカットインの講座をしようと思います。カットインが今得意な人もちょっと試してもらいたいし、カットインが苦手な人はまずこれをやってみたら、とりあえず中に侵入ができると思うんで、ぜひやってみてください。はい、で今日用意するものはこちら、はっということでできてるこれはい、ということで、はい、今日用意するものはボール1個ということで、はい、ということでやってまいりましょう。ディフェンスがこういまして、こう仕掛けますよね。こういう風にさらしドリブルで仕掛けていって、カットインするわけですね。まずポイントとしては、まず間合い、これは遠すぎなんですけど、これは近すぎ。カットインするにもボール当たるし、縦行くにも当たっちゃう。なので遠すぎず近すぎずっていう間合いをまずは一人一人、把握してもらう。でカットインの仕方はもちろんアウトサイドでカットインするんですけど、僕は疲れてる時とか、もうここで1本取ったら1点だっていう時には相手の足を見ます。で僕がさらします。ドリブルさらして、このディフェンスのこの横移動の時の左足がつく瞬間と、このオフェンス側の右のこのタッチが一緒だと大体入れるかなと思います。ちょっとやってみます。このゆっくり移動して、ここで入ってる感じ。左足がつく時の判断ってなかなか難しいからこそ、こっちの右足側ですぐ触れる位置でさらすと、すぐにこう触りに行けるような位置にボールを置いておくと触りやすいです。だから例えばディフェンス、いいディフェンスだとすごい細かくこういう風に対応してくるんですけど、それも目が慣れてくると結構対応できたりするんで、今はゆっくりやってみます。今はこの距離とちょっとゆっくりめでいきます。これで左足がつくと一緒に入ってくる。もう一回いきます。左足がつくのと一緒に入ってくる。左足がつくのと右足のタッチがこうマッチしても、最初に言ったその間合いをね、失敗しちゃうとなかなか入りにくいんで、そこはちょっと注意してもらえればなと思います。はい、ということで、今日はカットインの、明日からできる3分でできるカットイン講座をやってみました。ポイントはまずは間合い、あとは、そのカットイン入る時の相手の足、ついた足と自分の触る足のポイントを説明しました。はい、ということでチャンネル登録と、グッドボタン、あとコメント欄に、コメントください。コメントは少ないです。 DM となんか LINE いろいろ来るんで、LINE 来ますよ。見てますとかの LINE、 見てますじゃなくてコメントぜひください。ということで、どうもありがとうございました。さよなら。